それでは四国三大祭りの一つに数えられる豪華絢爛勇壮華麗な男祭りをどうぞご堪能ください。会場の皆様にご挨拶です。全員の力と心が合わさって初めて叶う技です。会場の皆様、新居浜太鼓祭りでは太鼓台と呼ばれる高さ 5.5 メートル、長さ12メートルの丘からは庄内太鼓台と金栄太鼓台が出演します。庄内太鼓台、大学で紹介ありますのはオンハーナー、右はふるさと祭り東京様より金栄太鼓台渡れ中、ありがたく頂戴いたし、どうぞソーロー。頑張ってください。
中で行う差し込みに成功です。それでは新居浜太鼓祭りを代表いたしまして、新居浜市太鼓祭り推進委員会会長で新居浜市議会議長加藤紀美男よりご挨拶を申し上げます。代表する将来太鼓台、近衛太鼓台未来がこの東京ドームへ参上いたしました。私たちは10月の16日から18日まで3日間はバカになって、この太鼓台大原200人の課金によって運行させてもらっております。私どもはこの新居浜の太鼓祭りを誇りに思い、正月のために皆さんは頑張ってくれると思います。今日この会場に横していただきました日本の祭り実行委員会の皆さんに深く敬意を表する次第でございます。これからまだまだ続くと思いますけども、ぜひ10月の16、17、18、3日間やっておりますので、新居浜市へぜひお越しくださいますようよろしくお願いいたします。本日はどうもありがとうございました。会場の皆様、今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございました。16時20分より、こちらアリーナ